ホモサピエンスの皆さんトレーニングお疲れ様ですバズーカ岡田です、えー、今日はですねまた悲しいニュースをお伝えしなければなりません読売新聞オンラインのニュースで見出しはこうなっておりますパーソナルトレーニング増える事故6年で骨折など209件ということで、えー、まあ昨年もねこういったニュースが出て,てその続報になるわけですけれども うんやっぱりねこの怖い見出しですよね骨折がバンバン起こってんのかなと思うような見出しでねトレーニングやってみたいなって思う人もねこれで踏みとどまってし踏みとどまるというかね一歩踏み出せなくなるということもあるんじゃないかなという,ふうに思いますこの業界の一員としてねなんとかこういったことを減らして安全にね少しでも安全にトレーニングを一対一でね行って いいいたただきたいとういうふうに思っておりま,すまあ簡単に言うとねこれいろいろ読んだんですけど思ったのは本当にねトレーナーがねそのお客様の体を評価する技術がないんじゃないかなというふうに感じました。 あの私理学療法士というね資格を持っててまあ医療機関の中で運動療法などをこう実際に処方して指導するという資格なんですけどもねまあ病院の中なので体が弱い方が多いんですよ。なので評価っていうのがすごい大事なんですよ。今どういう状況でこういう運動をするべきだよねこういう運動はしない方がいいよねということまでやるんですよね。関節のののチチチェェェッッッククク筋肉のチェック神経系統のチェック 呼吸循環器系のチェックな、まあ、などなどしていくわけですよ、まあ、神経系統も含めてねそれで、えー、その方のこれまでのこう病歴を見たりね今の原病歴を見たり今何ができないのかどういうふうになるべきなのかというのを考えたりするそしてリハビリプログラムを組むっていうのがね、えー、仕事だったんですけどもトレーニングもねそこまでじゃなくても、まあ、同じようなことをしてるんですよ。ある人に対して 運動というもので介入してその方を変えるということをするんでね。ただまあ筋トレをしに来る人は病院にねいる人とは違ってまあ健康体の方が多いですよ。だからねそこまでチェックしなくてもまあなんとなくうまくいくことが結構多いと思うんですよね。でも運動を提供する側はよく理解してほしいんですけど、その方の体に介入をするということなんですよ。まあこれはね本当に実は。 非常に責任を重く感じてやらなければいけないことだということをね改めて今回お伝えしたいなというふうに思ってますまあ筋トレだから、まあ、ガンガンやればいいよっていうねまあ大会的な感じも分かりますけどねでも本当のとこを考えるとその方の体を変えるっていうことはねやっぱその方の体に刺激を与えることですからね、まあ、刺激というのは負荷ですよ。 この負荷の量、えー、負荷の内容というものがね、その時の状況に応じて適切でなければ、これはこういったニュースにあるような怪我になりますしね、あるいは全く反応を引き起こせないということになるわけですよね。まあ、といったことは今回の動画の、まあ、最終的な結論かなと思うんですけど、ちょっと深掘りしてみます。これは消費者庁の消費者安全調査委員会。 消費者事故庁は実態調査を続けていて今後具体的な事故防止策を打ち出すということなんですよ。じゃあんでそういうふうになったかというとね2018年には14件だったと事故の報告件数がそしてこれは2022年には58件2023年には50件ということでね増加傾向にあるんじゃないかと。 いうことなんですよ、まあ、2018から2023の5年6年間かなのでねまだまだ調査は続けていく必要があると思いますけどもそういう状況ですと。でこれがねパーソナルトレーニングにおける事故だったと、まあ、この数字っていうのはすごく難しくてどういうふうに取ったのかとどういう状況なのかというのはとても大事でね。 で24時間フィットネスクラブで一人で筋トレしてる人がね怪我した時に誰に報告するんですかって話がありますよね一方でパーソナルトレーニングの場合はトレーニングを指導する方が、えー、お客様に指導するわけですよその中で怪我をするとその原因はトレーニングを指導した方に寄すると考える方が多いと思いますまあこれは、えー、まあそうかなっていう形ですよねなのでまあどうしても件数が増えるのかなと思いますけども でもそもそもね、えー、困ってる人が増えてるんだから何とかしようっていうのはまあまあ正しいと私は思いますで、えー、さらに深読みするためにこの消費者事故調のページを見るとねまと、あ、これも URL 貼っておきますけどもやっぱり事故が年々増加傾向にあるよということが今回の調査の選定理由の一つだとでこれ実際もうちょっと見るとねこんなのが出てて、えー、2018年ではね合計71件のあまずね 5 0 5件6年間で505件の事故報告があったとこの中でパーソナルトレーニング関連の事故っていうのは209件でさらに年ごとで見るとね2018年は71件中14件しかなかったとパーソナルトレーニング中の事故が2022年には71件だったものが113件になりその中がその中の58件もの方がねパーソナルトレーニングにおける事故だったと。 いうことでもう50超えてますすよといいですか2018年は71件中14件2022年は113件中58件もあったとで2023年も115件中50件だったということでまあこの報告されている頻度て割合を見るとね50%程度が PT パーソナルトレーニングにおける事故だということなんですよね。ななので割合も増えてるじゃないかと いう話なんですよでもこれはね難しいのがじゃあ先ほど言ったようにね24ジムとか要は1対1ではない携帯のジム対、えー、パーソナルトレーニングジムの、まあ、存在の比率がね変わってきてたらまあそれはそうなるよねって話になるわけじゃないですか。まあ、なので比率の問題を考えるというよりもねここはね実数として困ってる人が増えてるらしいぞということでまあ、えー、しっかりと調査しましょうということなんですよね。で私もそれでいいと思います。 でだから即座にねパーソナルトレーナーの質が低いっていうことは言いにくいんですけどもでもやっぱりパーソナルトレーニングっていうのは相手のねたった一つしかない世の中に唯一の体に介入することだということをよく考えるっていうきっかけにはしなければいけないと思います。でねもう一つあともう二つねこの実態調査を行った理由があってねパーソナルトレーニングっていうのは今後拡大が見込まれるサービスであるという公共性に該当するということなんですよ。 なぜか自分の体力や目標に合ったトレーニングを受けたいとか自分用にカスタマイズされたメニューをこなしたいという要望の消費者が多いんだと増えてるんだということだそうです。ででもそそれはそうだって自分に合ったトレーニングをしないとね怪我したり伸びないっていうことがありますからねだからやっぱり最初の評価あるいは随時評価っていうのが大事になってくるわけですよ。 これができてるのかなっていうところが、えー、怖いなというのがね骨折レベルの大きな事故が、えー、あるということなんですよね評価をしてればねここまでのことはなかなかないんじゃないかなというふうには思いますけれども、まあ、まあ簡単にはね結論付けられないですけどもまあそういった部分を強化していくと防げるものもたくさんあるんじゃないかなというふうに、えー、思いますまあ本当ね あのー、この評価というのはね多岐にわたるんですよ。まあ、人間の体のシステムっていうのは本当に複雑なんでこの評価だけでも全部わからないですけどもね、まあ、特にねやっぱり筋トレっていうね運動器筋肉関節骨、まあ、神経系こういったものをメインで使う形態ですからね少なくともこの評価はしっかりしないといけないしこれが何らかの問題がある、まあ、整形外科的疾患があるかどうか。 これまでそういった疾患の起用歴があるかそれによって今の関節機能運動機の機能評価というのが運動機の機能というのはどういうものかというのを理解するための機能評価これをね、えー、できるかどうかっていうのはまあ大きな違いになるんじゃないかなというふうに思いますしあとやっぱり運動機を使う筋トレであってもね結局他の臓器にも影響を与えるわけであるいは他の臓器からの影響も受けるんですよ。簡単に言うと 呼吸循環器系心臓やや血管や肺こういったものがね心臓から常に筋肉に対して血液を送り続けているわけでねこういった機能はどうなのかということを考えると内臓についてもある程度理解する能力が必要で例えば糖尿病の起用がある原病歴があるあるいは脳血管疾患の起用歴があるとかねまあ関節疾患なんかも含めてさまざまな疾患に対する知識もないと。 もう本当に広く求められるサービスにはなれないと私は思います。ということで、まあ、この事故調もね、えー、まだヒアリングをつ、えー、行っているとか、アンケートを今後やるとかという形で、さらに調査を進めていくということですし、国内外の法令、規格基準、資格制度等について調査中であるということだそうです。そして、ね、この中で書いてあったのがね、まあ、消費者事故調の調査で分かったこととして、 やっぱり事業者の要はトレーナーの属性がさまざまなんだと個人事業主の人もいれば会社に雇われてる人もいるしトレーナーの資格もさまざまだったということでね属性がはっきりしないんですよ属性というかその方がどういうことを提供で,できるのかということがはっきりしないということでえ今後のまあだから簡単に言うと当たり外れがあるわけですよで今後の調査としてはえー 事故の情報分析をさらにするで。ヒアリング調査やアンケート調査をさらに進めていくと、えー。さらにはね、ここですね、大事なのがね、パーソナルトレーニングによる事故及び健康被害の要因を明らかにして、消費者に提供されるサービスの安全が確保されるよう、えー、再発防止,防止策の検討を進めるということで、まあ、ここが結論ですよね。まあ、私はこれを読む限り そしてこういった教育に関わる中で理解している問題点としてはやはりそのクライアントトレーニングを受けたいという方お客様の機能評価ですよねここがしっかりできているのかとそして医学的知識をどの程度勉強しているのかこれはどこまで勉強すればいいかって私もパッと答えられないですけどねやはりその 罹患率が高い、えー、整形外科的疾患内臓器の疾患というものの基本的な知識は抑えた上で機能評価を、えー、適切に実行できるそしてその機能評価に基づいて えー、適切な運動処方ができるというこの一連のプロセスがね、えー、大事になってくるんじゃないかなというのに私は思います。やっぱりね競技がここまで流行ってね、まあ、YouTube やインスタで目立ちますから、えー、大会難易というようなね肩書きを引っ提げて、まあ、肩書きの動画も出してますのでぜひ見てもらいたいですけど肩書きを引っ提げてトレーニング指導を展開されている方多いと思いますしそれを見てねあすごいんだなと思って受ける方もいると思います。たただだそれは、ね、自分の体を変えたプロだと 自分の体を変えることがよくできた方だという証明であってね他の方の体を安全に効果的に変えることができる証明ではないということはよく理解した方がいいと思いますじゃあどうすればいいんだという話なんですけどやっぱりねどういう勉強をしてきたかっていうのをまず見ることですよまあその方の学歴だってスポーツの専門学校もあるしまあ日体大のように体育の専門学校体育の大学もありますそして資格えまあ資格選ぶの難しいですよね 皆さんもなのでねでもねネットを見て自分でで調べていいくしかないです自分が求める能力を持ってるかどうかっていうのはその資格の、えー、内容を見ればねある程度は理解できると思います。ももし分かかららなければ周りのの人から、ね、評価っていうのもとてても大事になってくると思いますよ、まあ、ということでねどういうことを学んでどういう経験をしてきたかっていうのをもう本当に吟味するしかないそうならなくていいようにするためにはそんなこと分かんないよって話じゃないですか。 やっぱり国が制度をしっかりと作っていくしかないというふうに思うんですね。まあ、国家資格にするのか公的な資格にするのかま難しいところだと思いますけれども、本当にねこれから先こういったサービスが求められるのであれば本当に動いていかなければならないのかなというふうに思ってますし、私は動いた方がいいというふうに思ってます。ま私はねその医療資格を持ってトレーニング指導というものをする。 これはとても素晴らしいことだと思う反面ねやっぱり勉強の期間がね本当に長すぎてやっぱり医療資格の勉強っていうのはね、えー、ご病気の方そして怪我の方を見るっていう前提で組まれているものですからねそれだと少しあの違う部分もあるのかなと思いますんで、まあ、トレーニングを指導する人用のね、えー、カリキュラム、えー、といったものが今後必要になってくるんじゃないかなというふうに思いますということでトレーニングいってらっしゃい,ついに 理想のサプリメントコエイペプチドが完成しましたこのアンチドーピング認証を取るのが本当に大変で時間がかかってしまいましたその代わり筋肥大一連の流れをサポートする最強成分そして健康面安心にも配慮したものができましたもちろん私も飲んでいますもうね元のサプリメントには戻れないという感覚でいますぜひ皆さん体験してみてくださいそして携帯できる最強 PFC6 パックプロテインバーもご好評いただいております このバズカホエーペプチとともに筋肉のケアを万全に行えるものとなっておりますのでよろしくお願いしますさらにオンラインサロン公式 LINE そしてプロパーソナルトレーナーボディメイク検定ジム書籍など様々ありますご自身にフィットしたものを選んでトレーニング頑張ってください